寒い寒すぎる。布団マジであったかい。わーよー本当に布団があったかすぎて。さすがヒートテック毛布とヒートテック敷きパッドって感じほんとそれぐらいあったかい。はあ、何時に起きたの？仕事の人いるから早いか。エアコンの温度25度にしてる。でもさっきつけたばっか。今部屋の温度13度。寒っ。5分前に起きた。5時。5時なんて夢の中だったんだけど夜勤お疲れ様。夜勤の方多いですね。もう首輪っかしてるかな。もう涙出ちゃうね。起きたら電気もテレビもついてた。え、寝落ちってこと？お疲れ様です。雪かきから始まる。やば、雪かき。夜勤って大変そう。眠くってさ、夜勤なんかしてらんない私今起きました。だって私と一緒だね。私も今さっき起きた。眠いより寒いが勝つ。確かに今の時期ね。ほんと寒い。もう前髪死んでるんだけど前髪死んでる。昨日の夜パスタ温めて手待ってたら寝てたパスタかわいそうよっぽど疲れてたんですねパスタがかわいそう
食べられるのずっと待ってたんだよきっと。電子レンジもさ一生懸命さ温めたのにさ、いつまでたっても開けてくれない、食べてくれない、悲しくて悲しくて干からびたんじゃない。はい、あ、ねエッサでさ私の話出たんですか。新潟も寒い、新潟寒いよ、そら。出ましたね、だってどういう話が出たんだろう、すごい気になる。あ、大声が話したの、そうなんだ。見て、最近ちかなちゃん出るとき以外聞いてない、だって。それぞれちかなちゃんとのエピソード話してあら、私が卒業するからみんな私の話するのね。普段からしてくれてもいいのよ。おはよう、ね。そっか、じゃああれだね、卒業発表してからの収録だったのね、あれはね。力寿司か、ありがとうございます。あと1ヶ月なんだね。ね、てか今日で1月終わるんだよ、よくない？フォローしました、だってありがとうございます。あくびばっか出る。今日で1月終わる、早すぎ。早すぎ、あっという間すぎ。確かに今日だね、 TBS さん、あ、見れるかな、見れるかな、番組表見てみようね。あっという間、ぜひぜひ見てください、プレイリスト、私が映ってるかどうか。卒業発表今月だったんだね。髪の毛伸びたね、確かに。でもさ、なんかこの長さ以降伸びてない気がする。ちょっと整えたからっていうのもあるんだけど、でも伸びたね髪の毛。でもね、髪の毛染めたいんだよ。髪の毛染めたい、可愛い色にしたい。会社着いた、お疲れ、いってらっしゃい。髪の毛伸ばしてく感じ、いや放置。放置してます。
今はこの長さがいいっていうのがなくって、別にだったら切る必要ないから、切るお金もったいないし放置してるだけです。それはもうずっと前から同じ。別に伸ばしてるわけじゃないです。定型文どんな色だろう。なんかね、いつかはなんかいつかはいつかっていうか一回でいいの、一回でいいからミルクティーベージュにしてみたくて。だっけな、あ、私保存してなかったのかな。保存してなかった。そう、ミルクティー、あ、ミルクティーグレージュってかわいいなんかミルクティー系の色にしてみたくて、でもブリーチはしたくないっていうわがまま、かわいい色にしたいけど、そこまで明るくしたくなくて、色落ちした時に可愛い色になりたい。あ、やばいやばいやばい、怖い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 、なんか動画再生してたっていう、すごいわがまま。そう、ミルクティー系にしてみたいけど、ブリーチしたくないんだよね。ちかなちゃん、明るい色も似合うから。だってほんと似合う。仕事行きます、いってらっしゃい、いってらっしゃい。痛むかな。そう、ブリーチ後ってお手入れが大変だからしたくないなって。だから嫌だ、ブリーチはブリーチはしたくない。いいなとは思うの、いいなって。でも後々が大変だからしたくないです。プリンとの戦い、わかる、本当にそれ、本当にそれだよね。なんで日本人ってさ黒なんだろうね、髪の色がって思わん。もともと生えてくる色がさ、なんで黒なんだろう日本人。謎です。一度温まりましたお部屋が一度温まりました。太陽の光を吸収したかったのかも。そんなことある？なぜ黒なんて考えたこともなかったの。考えちゃう。上司に白髪染めならいいよって言われました。そんな
ねえ、厳しい会社ね。肌も綺麗に、だって今肌の治安悪いですよ、めちゃくちゃ最悪、肌の治安。おはよう。サブ。なんかそう、画面では分からない、画面では綺麗なんだけど。3日後にはもう舞台本番だね。だって分かる、不安だもん、めっちゃめっちゃ不安。大丈夫かな。本当に。そっか。でもコスメを買うって決めてるから。舞台終わったら、初日後のスタバ、確かに確かに、かなちゃんいつも頑張ってるから大丈夫だと思いますよ。だって大丈夫かな、ちゃんとカンペも作ったの。カンペっていうか、出はけ。この時はどっち入りのどっち開けみたいな。カンペを作ったので、それを舞台の袖に置いてしっかり間違えずに頑張りたいと思います。スタバ楽しみ。スタバ楽しみ。私何か出そうと思ったんだよ、忘れちゃった。だから携帯持ったのに。初日のお弁当を楽しみにして頑張れ。確かにお弁当。お弁当。なんで初日お弁当、何かな。おはよう。お弁当楽しみだね。何弁かな。ね。初日と千秋楽のお弁当は豪華な印象。確かに確かに。写真撮ろう、お弁当の。そしてストーリーに載せよう。ね、ペンライト、チャーム型のやつだけ使用可能なんだ。そうだよ、ちゃんと見てね。もしそれでさ、普通にさ使ってるペンライト持ってってさ、迷惑かけたくないから本当に見てね、みんな。うん、本当にしっかりしっかり確認してから言ってください。私ちゃんとツイートもしたので。撮る前に空箱になってるよ。今度は食べる前に値段調べましょう。ね、それはさ失礼じゃない、値段調べちゃうの。いや、なんか豪華、高そうって思いながら食べるよ。
高そうだなって思いながら食べるよ。おはよう。でも今半だっけ、あれ美味しかったな美味しかったなあれは。また食べたいまた食べたいな。食べれるように頑張る。ね、また食べたい、また食べたいです。そうやってさ、食を覚えていくんだよね。これは高い。でもいつかは広い部屋だな。広い部屋に住みたい。だから頑張る。食より部屋広い部屋、広い部屋に住めるように頑張る。食より10なんだね。10だね。いと10だね。衣食10だったら。部屋広くても一人だとあんまり使わないことが分かりました。いや、違うの。なんかさ、理想の部屋ってあるじゃん。やっぱりドラマとかさ、アニメとかに出てくるようなさ、部屋。絶対こんな広かったら高いだろうって思うじゃん、普通は。だからなんか一回でいいから漫画とかドラマとかに出てくるような部屋に住んでみたいって思う。そんな感じ。部屋が広い人と掃除も大変だよ。わかる。って大変だよね。若い社会人が住める部屋じゃねえって思う。だよね、わかる。あんなさ、ね、1LDK だかなんだかさ、よくわかんないでっけえ広いさ部屋がさ、なんでさ、新社会人っていうかがさ住んでんのって思わない？ね、そんなにいい給料もらってんのかって思っちゃうよね二次元とかさ、ドラマの世界すごくない？いつも思う、いくらなんだろうこの部屋の家賃ってだって大体都会じゃんね。だからさ、だってさ、よく言うじゃん、住むところは給料の3分の1って。だからさ、えっって思っちゃうのえっってね。ゆっくりだよ。おはよう。寝坊した？寝坊してないよ。おはよう。仕事に遅刻してなければ寝坊してないのと一緒だから。
いつかは広い部屋。思ってる。サブ。家賃で3分の1、おたかつで2分の1、あれれ？何それ、そんな法則あるんですか？そんな法則あるの？ついでに暖かい部屋がいいねだって。今もう頑張ってるよ、エアコンが頑張ってる。仕事戻りますだって。私もじゃあ壇上読もうかなね。13位ニックネームさん、13位ニックネームさん、12位一郎バイさん、12位一郎バイさん、11位かわちゃん、31位かわちゃん、30位きくまるさん、10位きくまるさん、9位マイクさん、9位マイクさん、8位サバサンドさん、8位サバサンドさん、7位一郎バイナーさん、7位一郎バイナーさん、6位まこちゃさん、6位まこちゃさん、5位カズさん、5位カズさん、4位カブさん、4位カブさん、3位ペンギンさん、3位ペンギンさん、2位ナリシタさん、2位ナリシタさん、1位パンダのテオさん、1位パンダのテオさん、ありがとうございます。はい、というわけでもうそろそろ9時になるので終わりにしたいと思います。よし、これからお風呂掃除とかしちゃおうぞ。ありがとうございました。1月ももう終わりだけど、みんなありがとう、たくさん来てくれて。ではでは、終わりになります。夜はしないかな、夜はしない。はい、だから朝やりました。お仕事頑張ってだって、みんなも頑張って。ではでは、ありがとうございました。また会いましょう、ルーム、バイバーイ。おー、アラーム鳴っちゃった、うるせうるせ。またねー。